スティーブン・ジェームズ・ストラスバーグは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のワシントン・ナショナルズ所属。愛称はスターズ。代理人は、スコット・ボラス。1988年、カリフォルニア州サンディエゴで生まれる。ウェスト・ヒルズ高等学校時代には、精神面での不安定さと1 1 0ラム以上の、 体重型により十分な結果を出せず、2006年の MLB ドラフトでは指名されなかった。唯一スティーブンに奨学金を提示したサンディエゴ州立大学に、進学後、コンディショニングコーチのデビッド・オートンに、スロースバーグと命名されるなど尻を叩かれ、徹底したランニングにより減量に成功。体重の減少に伴い、直球の急速は上がっていった。 入学時に91マイルパーアワーだった。最高級速は100マイルパーアワーにまで到達した。大学1年目はリリーフだったが、2年目から先発投手に転向し、8勝3敗、防御率1.57、97.1インニングを投げて133奪三振という成績を残す。同年にはベースボールアメリカ史が選ぶオールアメリカンに選出された。 2008年にはユタ大学戦で1試合23奪三振を記録。8月に開催された北京オリンピックではアマチュア選手としてただ一人野球アメリカ合衆国代表に選出された。同大会では予選リーグのオランダ戦と準決勝のキューバ戦に登板し、1勝1敗、防御率1.67の成績でアメリカ合衆国代表の銅メダル獲得に貢献した。 北京五輪に先立って、チェコで行われた第4回世界大学野球選手権大会のアメリカ合衆国代表にも選出されている。同大会では準決勝で完封勝利を収め、アメリカ合衆国代表の3連覇に貢献した。アマチュアナンバーワン投手として地位を築いた2009年シーズンでは、前年よりさらにレベルアップした投球を披露し、13勝1敗。 防御率1.32、109回を投げて195、脱三振という圧倒的な成績を残した。5月8日の空軍士官学校戦では17、脱三振を奪い、ノーヒットのオーランを達成した。同年の MLB ドラフトが近づくにつれ、米メディアは45年の歴史を持つ MLB ドラフト史上で最高の選手と報じるようになり、 前年度勝率最下位のワシントンナショナルズによる全体1位指名は確実視されていたが、代理人のスコット・ボラスが2006年オフにポスティングシステムでボストン・レッドソックスに入団した松坂大輔の事案を引き合いにドラフト史上最高額の総額5000万ドルを要求していることが報じられ、財政力に乏しいナショナルズとの契約成立は不安視された。 2009年の MLB ドラフトでナショナルズからドラフト1巡目で指名を受けた。当時のナショナルズ GM 補佐だったマイクリゾは契約成立に自信を見せたが、ボラスは交渉が不調に終われば1年間の野球浪人も辞さないという強気な姿勢を示し、その場合は独立リーグ、あるいは日本球界でプレーさせる可能性を示唆した。7月14日、 大学最優秀選手に贈られるゴールデンスパイク賞を受賞した。ドラフト指名選手の交渉期限直前の8月17日深夜、ナショナルズとドラフト史上最高となる4年総額1510万ドルで契約に合意した。入団会見でのストラスバーグ、右はライアン・ジマーマン3類で2009年8月21日、ナショナルズの本拠地、ナショナルズ・パークで、 ファンを前にした異例の入団会見が行われた。会見には、ライアンジマー,アーマン三塁手が同席した。2010年6月8日にメジャーデビューとなる、ピッツバーグパイレーツ戦において7回を投げ、ンダ打4、無視死球に失点、7者連続を含む14、脱三振で、初勝利。投じた94球のうち、34球が98、マイルパーアワーを超えていた。試合後、 保守を務めたイヴァン・ロドリゲスは今まで多くのピッチャーの球を受けてきたが別格。この坊やは信じられないと語った。メジャーデビュー戦の14奪三振は1954年のカール・スプーナー及び1971年の JR ・リチャードの15奪三振に次ぐ記録となった。さらに6月23日のカンザスシティロイヤルズ戦で 先発デビューから4試合通算の脱三進数を41とし、1955年にクリーブランド・インディアンスのハーブスコアが記録したメジャー記録を更新した。しかし8月21日のフィラデルフィア・フィリーズ戦で右肘を痛め途中降板。同月27日にトミー・ジョン手術を受けた。2011年は大半を前年の手術のリハビリに当て9月6日の ロサンゼルスドジャース戦で復帰した。2012年は満を持たして開幕から先発ローテーションに入った。4月にはナリーグ月間最優秀投手に輝いた。6月8日のレッドソックス戦では13個の三振を奪い、メジャー通算29試合の先発登板で208脱三振を記録。1900年以降の近代野球、史上6人目となる。 30試合未満で200脱三振を達成。前半戦の活躍が評価され自身初めてオールスターに選出された。この年のオールスターゲームにはチームからジオ・ゴンザレス、イアン・デズモンド、ブライス・ハーパーが選出されている。後半戦は8月21日のアトランタ・ブレーブス戦までに15勝を挙げ、ナショナルリーグ東地区を独走するチームに貢献する。 しかし2010年の手術が将来への影響することを心配する球団側は開幕前から160回までというイニング制限を設けていた。これにより159.13回に達した9月7日のマイアミマーリンズ戦をもって2012年シーズンは終わった。この球団の対応についてかなり衝撃的だった。正直なところあまり満足していない。 次の試合も投げたかったが、球団には世界的な医師たちがいるし、彼らの中の一人であるルイス・ヨーカム医師は自分のキャリアを復活させてくれたので彼に耳を傾け、信じることにしたと語った。この年は打率277.1本塁が7打点、出塁率333という打撃成績でシルバースラッカー賞投手部門を受賞した。 2013年は30試合の登板で8勝9敗だった。2014年は、請求が不安定な時期があったが、リーグトップ隊の34先発登板し、2年ぶりの2桁勝利となる14勝を挙げた。また、ジョニー・クエトと同数の242奪三振を記録し、自身初の個人タイトルであるなリーグ奪三振王を獲得した。また、 サイヤング賞の投票では9位体にランクインした。2015年は出だしから不安定な投球が続き、5月30日に首の針で15日間の故障者リスト入りした。この時点での成績は3勝5敗、防御率6.55という内容であった。この離脱もあって23試合の当番に止まり、3年ぶりに規定投球回到達を逃したが、 戦列復帰後は8勝2敗と復調し、防御率も3.46まで向上させて、メジャーデビューから3.50未満を継続。合計で11勝を上げて2年連続に受けた勝利を上げたほか、脱三振率11.0を記録。結果、防御率こそダウンしたが、被安打率、脱三振率、ホイップなどの投球内容は、前年よりも向上した。 シーズン終了後には、投球時に違和感を与えていたという背中の良性腫瘍の適出手術を受けた。2016年は、序盤から安定した投球を続けた。前半戦は投板したすべての試合で5イニング以上を投げ、4失点以下にまとめ上げた。打線の援護にも恵まれ、リーグ2位の12勝を挙げた。開幕からの12連勝は、ナショナルリーグの投手としては1 4年ぶりで、 最終的に13連勝まで記録を伸ばした。オールスターに4年ぶりに選出されたが、6月に故障者リストに入って復帰してから間もないことを理由に辞退した。8月に入ると痛めていた右肘の状態が悪化したが、それを押して当番を続けたことで2度目の故障者リスト入りとなった。戦線離脱する直前の3試合で3連敗を起死、 防御率14.66と失速した。最終的には24試合の先発登板で自己最多タイの15勝を挙げたが、防御率ではキャリアワーストを更新した。なお、5月9日にナショナルズと7年総額1億7500万ドルの契約延長に合意した。2017年は2年ぶりに開幕投手を務めるなど28試合に先発。 3年ぶりに規定等級回に達し、15勝4敗、防御率2.52ホイップ1.02と前年後半の不調から脱した。2018年開幕直後は高頭と炎上を繰り返していたが、5月になると安定するようになった。しかし6月9日に右肩の炎症で10日間の故障者リストに入った。7月20日のアトランタブレーブス戦で復帰したが、 7月25日に首の異常により再び故障者リスト入りした。8月22日に戦列に復帰して、以降は負けなしで5年連続の2桁勝利に乗せた。最終成績は10勝7敗、防御率3.74だった。2019年4月21のマイアミ・マーリンズ戦で、通算投球回が12521、3回に達し、 ジオ・ゴンザレスが保持していたナショナルズの記録を更新した。5月2日のセントルイス・カージナルス戦では、史上最速で通算1500奪三振を達成した。7月は5勝0敗、防御率1.14で、ピッチャー・オブ・ザ・マウスに選出された。シーズン通じて離脱することなく、当番を重ね、209回を18勝6敗、防御率3.32。 251奪三振で最高値のタイトルを獲得した。ナショナルズは初のワールドシリーズへ駒を進め、第2戦で6回7安打に失点の高騰で、勝利投手になると大手をかけられていた第6戦でも8回1、3を5安打に失点と念、投げを見せ、先発2試合で2勝0敗、防御率2.51、14回1、3を投げて14奪三振の活躍。 チームの世界一に貢献し、ワールドシリーズ MVP を受賞した。ポストシーズン全体では5勝無敗だった。オフの11月2日にオプトアウト権を行使して、FA となることが、MLB 公式サイトで報じられた。12月9日に、ナショナルズと球団史上最高額となる7年総額2億4500万ドルで、再契約した。 オプションとして、全球団トレード拒否権とタイトル、表彰等の獲得による出来高、また2027年シーズンから3年間の契約延長の選択権を所持し、行使した際は3年総額8000万ドルとなる。2020年は当番だった開幕2戦目を、神経の問題で回避すると、8月9日に復帰するも2試合で、わずか計5イニング投げた後、 手根干症候群の診断を受けて手術することになり、シーズン中の復帰は絶望的となった。スリークォーターから平均急速95.5マイルパワー、フォーシームを中心に平均80.6マイルパワーの落差のある、カーブ、平均88.4マイルパワーのキレの良い、チェンジアップ、平均95.1マイルパワーのツーシーム、さらに2014年からは、 スライダーも習得し、2016年時点では、変化球で最も大投げしている。MLB での最高球速は2010年に記録した100.4マイルパーアワーだが、大学時代は、最速103マイルパーアワーを記録している。速球派の投手だが、コントロールも良く、大学時代の最終シーズンでは109回で195奪三振に対し、吉死球は19であった。また、 2015年シーズンでは127.1回で、脱三振率11.0に対し、予し球率は1.8を記録している。大学時代の監督である元メジャーリーガートに、グウィーンは、もうメジャーで投げる準備はできているし、今すぐ通用するだろうと語り、20から30年に一人の逸材と評している。ドラフト前には、メジャースカート陣の間で、現時点で、AJ バーネットと、 同格とする声も上がっていた。ストラスバーグの、投球フォームストラスバーグのピッチのメカニズムは、キャリア初期段階から、スカウトやコーチに懸念されてきた。腕に、多大な負荷をかけ、肘と肩を負傷のリスクにさらすと言われてきた。肘の人体損傷前には、何人かの投球コーチは、ストラスバーグが危険にさらされていると予測していた。独立系スカウトのポール・レディックは、 ストラスバーグのフォームをグレック・マダックスと比較し、彼の動きは非効率的で動機が取れていないと言った。肘が90度曲がったフォームは最も肘の内側の内側側,側腹副人体に無理な力がかかると言われており、ストラスバーグは上体が正面を向いたまま肘を中心に前腕の回転を急に加速していた。急加速が内側側腹副人体に無理な力をかける上に、 この時肩関節を素早く内戦しており、肩へのストレスも大きくなっていると思われる。2014年にアナリストに助言されてフォームは改善された。両親は共にサンディエゴ州立大学の出身。趣味はゴルフ。好きな野球選手は地元サンディエゴパドレスのエースだったジェイク・ピービー。同僚でドラフトの同期であるドリュース・トーレンは控えめな奴と表現する。 母校の球場の芝を張り替えるために15万ドル近くを寄付する一方で、自分は大学時代からホンダのアコードに乗り続け、後輩に笑われていた。マイナー時代には妻へのメジャーデビュー直前には両親ら家族への取材を断っている。練習熱心で新婚旅行先のハワイにまでグラブを持参し、代理人が用意した地元の高校生保守を相手に追日をきに、 投げ込んだ。過去最高額は2001年にシカゴカブスと契約を結んだマークプライヤーの1050万ドル。ありがとうございます。